さて夕方の避難に行きます。はい、今日は暑いですね。本当に本当にマジでなんでこんな暑いんだ。日本はいつから四季じゃなくなったんだ。よいしょ。日本はいつから二季になったんですかね、皆さん。暑いか寒いかどっちかしかないじゃないですか。いや、ちょうどいいですかね。日本の四季を返せ。ほら、なんか葉桜が今朝より濃くなってる気がする。かわいそうに。暖かいから。もう夏を迎えてる。初夏、初夏みたいな感じ。日本は暑いか寒いしかない。いや、本当にそれですよ。どっちかで、ね、夏かというしかない。なんでだよ。悲しいね。おでなが小さい時は四季があった気がするけど。あったと思います。いや、春なんでしょうけど、菜の花とか咲いてるし。本当だ。もう早いよね、春って。秋もあっという間ですよね。おかしいよ。まあ、花粉症はさっさとなくなってくれていいんだけどさ。あ、まあ、そうね、そうですね。さあ、ダチョウくんたち。君たちはどうやって暑さ調節するんだい。あ、珍しくあっちの方に座ってる。昨日僕、体一つでここに入って、はいはい、ど真ん中の卵を取ってきましたけど。お疲れ様でした。まあ、大丈夫だと思います。そうそうそう。プラもおとなしかった。どついてくるよ。え？危ないとかじゃないけど。うんうん。あ、なんだなんだみたいな。そう。ダチョウの助みたいな。昔の農場長とダチョウの助みたいな。ああ。なるほど。今日はダチョウにとっては多分いい気候。寒くもなく。暖かくて、めちゃくちゃ乾燥しているという、祖国。いいね。もう祖国とかないだろ。ないけど。ここだろ。ないけども、でも、一番その、なんだろうね、いい気候ですよ。覚えてんのかな、遺伝子的に。遺伝子的にはあると思う。梅雨が苦手なのはそういうことだと思うんですけど。でも、やつら、ど真ん中で雨に濡れてません。あ、何を考えてるんだろう。矛盾しているけれど、水は好きなんだよ。でも湿気はダメなんですよ。へえ。不思議だね。なんか個体によるよね。個体、なんか夏、シャワーを浴びせてくれって言わんばかりにやってくるやつもいれば、うん、濡れた瞬間ドヒャーって逃げるやつもいるし。あ、待ってよいしょ。今のところ卵ないね。まあまだ、まあ、卵のあるエリアは通ってないしね。はい、皆さん、お、君隠してない。ありそう。セドリちゃん持ってるかい。隠してませんか。分かってくれない。ないっすね。なかった、ごめんなさい。こんな感じでね、降壇してる可能性がなくにしもあらず。あ、でもよかった、完全に立たせなくて。座りました。はい、はい。そのぐらい中腰っていうか、何、あれぐらいでないよって見せてくれれば、ね、いいよね。いいですよね。いつもなんか立って追い払うのが申し分なんか可哀想。せっかく休んでるのにね。そうそう、こっちの身勝手な。あった、あった、あった。はい、ありました。まあ、なきゃね、この動画山場がないんですけど。いや、そういう日もあります。一個もない日だって。はい、さて、棒が入ってきたことによってちょっとイライラというか戸惑っているオスダチョウ。でも全然話しい。はい、最近は虫網を使わないで取ろうかなって毎回思ってる。え、中に入っちゃう。どこでも。それはでも、その慣れは危険なので虫網使いましょう。あと、カギ棒。
なんか何もない時はおとなしいけどさ、そうね、あのブワーンってあの何かがあると工場が動いてたりさとか、あそこの国道を爆音バイクが通ったりする日曜日とかね、すごく爆音バイクは大抵日曜日だ、なんかまとまってくるそうなのでやめましょう。はい、ご飯食べてる、ごめんね、食べてる時にごめんなさい、お食事中すいません。あったよいしょ。さてここはどうするんですかね、今から入っちゃおうかしら、 あっちの、まあ、ここはまだねダチョウのスケ君たちなのでね、これ長い、この短い網で十分です。はい、ダチョウのスケ、はい、ダチョウのスケ君だよね、今黒く見えるの？どうして？キャンがすごく黒く見えるんだって、俺の目が悪い。私もダチョウのスケが2羽いるかと思う。俺もそう思った。よいしょ。別のオスが現れたかと思った。本当だ。黒くない？なんでだろうね。逆した。羽が黒くなるとかあるんだ。キャンちゃんかな？え？定点感、暑いですね、本当に暑いよね、今日暑い、動くと暑いです、はい、ああ、赤くなってるね、君よくないよ、暑いからしょうがない、そんなに興奮したって何もないよ、あったー、ああ、またあった、ここは取れそう。そうですね。出ました、殿下の宝刀、ヌルリンチョ。ここは誰でもできる。いやー、誰でもって言ってできない人もいるかもしれない。よし、綺麗ですね。はい。めちゃくちゃ綺麗。いいね。6? 6? 15だね。15ですね。はい、未だに12から数えないと番号がわかりません。はい、今3つ、これが夏になるとバケツが溢れます、そうですね、ほんとすごい綺麗、これツヤツヤだね、ツヤツヤ、いい卵だ、はいはい、行きましょう、向こうのそう25時このメスはまだ産まないんだっけ、あー産んだことないね、え、産める年齢ではある、うんうん、あの3、4パドックとかと同じ年齢、あ、確かにあそこの人たちはもう産めるもんね、そう、すごいタンポポが落ちてる、なんで上だけ草刈り機で、あーなるほど、多分すごい推理力あった、すごい、すごい惜しいとこにあるね、こいつらはドヒャーって逃げていくよ、ドヒャー、足突っ込むだけでドヒャーだよね、ごめんなさい、失礼します、ダメよ、喧嘩しちゃう、ほら取ったよ、わかめ抜けてるよ、あら、これはあれですね、僕にはできませんね、はい、ヌルリンチョ、だいぶきついです、はい、ヌルリンチョきつすぎてカメラが、カメラ落ちちゃった、マイク落ちちゃった、大丈夫大丈夫、だって2000円だもの、いや申し訳ない、あそこにも卵ない、気のせい、あ、あるあるある、42番と、カメラ向けると喧嘩をやめるのは何なんだろう、
54。今時っぽい。撮ってるぞーって言うと喧嘩やめるよ。前もなんかそんなことあったね。怪しいね。理解してんのかな。これが今から SNS に上げられることを。大丈夫だ。君たちは喧嘩してても批判されない。目が合った勝負ってポケモンだよ。このね、オスは喧嘩早いですよ。バチバチだよね。こいつのせいでしょ。うん。あの子人間にはフレンドリーなのに。そうそう。なんだろう。オスに厳しい。ダチョウのオスに厳しい。はい、どんどん行きましょう。4つ目をゲットして、5つ目、踏まないで。さあ、ここはパクコちゃんのパドックです。オスはやばい。オスはやばくないとこ。大丈夫なとこだ。いや、そこのオスも普通にいい子だけどね。ああ、いいよ。卵を蹴っておくれ。行きまーす。ごめんね、パクコちゃん。失礼します。フラッタリングをしてくれる。ありがとう。あ、卵取られる。でもすごい行動スローでね、おとなしいよ。よいしょ。はい、ありがとう。あー、嫌な音がした。はい、はい、ゲット。ごめんね。怖いね、怖いね。パクパクしちゃダメよ。カモン、ゲット。ごめんね。はい、産んだ親と卵。どうしてハゲちゃったのかな。はい、54番。なんか出てきたよ、口から。どういうこと。いや、なんか生臭が出てきました。どっかで食べてきたんかな。あっち、あっちかな。あっちかな、この辺食べたんかな。でもあっち行かないよね。ダチョウって大抵さ、草生えてるとこ行かなくない。そう。いや、もう草ボーボーになったらさ、みんな叫んない。あ、まだあれだけど。いや、でもたまに向こう行ってるってことはある。あ、パクコちゃん、あなたがパクパクしてるのはなんでなんだい。この間スプラ君がパクパクしてるの見たよ。なんかそう、コミュニケーションなんじゃないかと思っちゃう。こうも人に向かってやると。ガチノスケもたまにやりますね。するするね。なんだろう、懐っこい子がやる。何か意味が別の気持ちが、社長の気持ちが分かるやつが欲しいです。何、怒んないで。あれじゃん、犬の気持ち、猫の気持ち、ダチョウの気持ち。マイナーすぎるだろ。ダチョウの気持ち欲しいね。売れねえよ。売れるよ。よし。いや、マニアックすぎて。まあ、なかなか。あれじゃない、マニアックすぎて欲しい人が頼めば送られてくるみたいな。あ、猫。うん。最近君よく見るね。さて、今日の釣果は5個。いっぱいあります。5個です。よいしょ。さてさて、出てやるのにかさ、うん、ごめんなさい。いえいえ、ずっと様子だから。はい、はい、まあこんな感じですね。夕方の卵取りでした。はい、またね。はい、はい、